腹ペコアザラシと申します。信長の野望を申請、難易度は上級、シナリオは信長元服、選択大名は毛利。第17回を始めさせていただきます。前回は苦戦しながらもついに島津を滅亡させ九州統一を果たしたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。お、伊集院さん、知略と政務が高くていい方ですね。伊藤さん、この方も知略政務高いですね。統率が低いのがちょっと難点かな。あー、土井清義さん、いいですね。砲術持ち。これはちょっと変えていかないといけないな。任命代官。この方を、土井さんに変えていきましょう。任せよ。これでいいでしょう。では、進めていきましょう。いや、土井さんが加わってくれたら嬉しいな。喜ばしいですな。よし、宗家との話し合いが済んで従属九州が完了しましたね。そしたらこちら、これで完全に九州は我が手に落ちましたね。で、宗さんにお任せしようかな。ただ前線任せてもいい方なので、こちらの方、三浦さんにお任せしましょう。で、こちら今軍団作ったんですよね。で、九州全部はね、ちょっとね、この悪い顔をした井上さんに抑えていただいているので、金石城も加えて、そして方針としては元就の援護をしていただくということにしております。で、今現在の状況を見てみましょう。三好家との同盟が23日なので、これが終わったら三好家に攻め込みたいと思います。今現在の大名の状況ですが、三好家が畿内の大部分を治めておりますね。あと四国を完全に統一しておりますので、一応配下軍団は九州の守りをしつつ、隙あらば四国に攻め込み、我ら中国地方を直轄地として三好家に攻め込むという算段でございます。まあ武田とか今川とかね、織田が、まあ、織田はもう無理かな。だけど武田とかがね、いるうちにやっとかないと三好がね、もう手つけられなくなると思うので、それでいきたいと思います。で、あとですね、そうだ、言い忘れていたんですが、本拠地は比叡小山にしております。なんで比叡小山にしてるかっていうと、山口館には、今まで本拠だった山口館には小早川隆景、そして吉田郡山には吉川元春、まあ要は毛利家で一番頼りになる2人を置いて、そしてこちら比叡小山も内政を充実させて、まあ要はすごいでかい城が欲しいんですよね。こうやって兵力がね、大きい城が欲しいので、それで毛利元就を比叡小山に置いております。三好家との同盟が期限切れとなりますが、延長申し込むこともできそうです。同盟を延長なさいますか。いいえです。で、3ヶ月の停戦期間のうち三好家との戦闘に突っ込むということですね。さてさて、軍開発どんどんしていきましょうね。ここ兵糧庫ないので兵糧庫は作っておきましょう。で、これで農村開発は済んだので、あとは市場を作っていかなきゃいけないですね。もう労力ないか。これで5970まで増えた。まあ元就も6000ほど兵力を率いられればいいでしょう。で、砲術指南レベル3発令、これいいですね。よろしいですか。で、あとは政策、あー、ダメだ、金銭収入が979しかないから、ちょっとしばらく何も動けないですね。内政を充実させましょう。お、高橋さんがいなくなっちゃいましたね。まあ仕方がない。よろしいですかね。お、三好家との停戦は期日となりました。隙を見せぬようご留意くだされということなので、早速三好家に攻め込んでまいりましょう。威風中強以上を発生させたいので、備中高松ですね、こちら狙っていきましょう。まずは串崎城から備中高松で、山口からも
備中高松我らで城を奪いに参り、で雫城から備中高松遠いな、敵の城を奪ってくれ、で津和路城、のみさんも出していきましょう。城を攻めます。で周防高森、周防高森からも出していきましょう。攻め、これで 1,2,3,4,5 部隊で、吉田郡山6部隊、城を落としてこようぞ、で桜王城7部隊、城を落としてくれましょう。これで最後比叡大山から出していけばいいんですね。では進めていきましょう。吉川元春、ちょっと出すの早すぎたら観覧城でちょっと待機させよう。いやー、山陰から来るのが結構時間かかりますからね。山陽道を通ってるのは神羅部城でちょっと待機しましょう。比叡大山の前を通りましたね。では元就はもう少し貯められますね。で軍開発もう終わったかな。農村は終わりましたね。あとは位置終えないといけないですね。でこちら兵糧庫にしておきましょう。とりあえずこれでいいかな。であとはここに何部隊集まってる。4部隊、これは12部隊は集まってますね。威風今日は発生しそうです。楽しみだ。では比叡大山からも出していきましょう。備中高松城、では進めていきましょう。さてこの2部隊も神鍋城経由で比叡大山に向かわせましょう。よし、密集した。これでいきましょう。一気に比叡大山、あの備中高松城に向かいましょう。いやー、勝てるかな。こっからはちょっとナーバスな操作が必要ですね。ここで出てくるはずだ。よし、合戦。8部隊対16部隊。16部隊厳しいですね。ただこちら5番いますからね。やっていきましょう。威風今日ここで発生すればうまくいけば四国の地まで風が届くんじゃないか。てか届いてほしいな。いや、今回はかなり素晴らしいメンバー集めたよ。さてさて、そしたらこちら高台取ろうとしますが、香川さんと戦いなるような予感がしますね。で左翼はこちら天子さんと元就を変えて、左翼は元就に任せましょう。であと天子さんたちで真ん中を押さえていきましょうかね。で毛利梢でこちら高台を押さえていきましょう。お、鈴木貞夫いますね。細川藤高、まあ相手もまあまあっていったところですかね。では開戦いたしましょう。さあ開戦です。毛利の両戦であるね、吉川元春とね、小早川高影が1万以上いるのがかなり厳しいでしょうね。一気に軒口まで行きましょう。で吉川元春はこちらの要所で待機、野見さんは後ろで待機ですね。で毛利梢で高台を制圧、天子さんでそのサポート、元就はこちらの要所まで行きましょう。で浮田さんは高台まで、で本庄さんは浮田さんのサポートに向かいましょう。これでいいかな。では進めていきましょう。はい、制圧。やっぱここの高台は狙われちゃいますね。制圧。さてさて、これは曽川さんが野見さんも少し前に出して、曽川さんをね
そごうさんか。そごうさんを、そごう有春さんを小早川とキッカーで攻撃していきましょう。ちょっと早いな、うん、動きが。攻め潰してくれよ。うん、制圧されましたね。今こそ弓兵の出番ぞ。ん？ちょっと待って、射撃が入ってる。逃げよう。鉄砲戦車レベルなら一旦下がりましょう。まさかここで射撃受けると思わなかったな。無駄な兵をちょっと一番やり。我に続け鉄砲隊行くぞ。いいよいいよ、制圧。鉄砲にて敵を乱さん。曽川さん、曽郷さんに攻撃していきましょう。これはよし、今ですぞ。いいよいいよ、打ち崩します。よし、撤退出た。鉄砲の出番ぞ。攻撃出る前に撤退になりましたね。そしたら小早川高影一旦下がりましょう。で、吉川隊はのびさんのところに向かいましょう。ここ2部隊と攻撃されて戦うのは結構厳しいですね。本庄さんは高台を抑えましょう。で、元成はまっすぐ進みましょう。よし、撤退出した。そしたらのみさん、そのままこちらの要所を落としに行きましょう。壊滅しちゃいましたね。そしたら小早川高影、ここまで行きましょう。制圧された。吉川元春体力満タン。まっすぐ進みましょう。そしたらアバコさんが進んで、よし、撤退出した。毛利さんは下がりましょう。よし、撤退。わあ、討ち死にかー、サダユ討ち死にかー。いやー、嘘だろー、ちょっと一発が重いよ。失礼しました。いやー、サダユ討ち死にが厳しいな。ではのみさんを下げて、吉川元春前出しましょう。いやいやいや、では進めていきましょう。はい、制圧。この要所制圧しに行きましょう。っていうかここがまずいな。左翼まずいですね。次から次へと出てきてるし。では毛利さん出して、梢さん出して、アバゴクリスタ下げましょう。よし、鉄砲戦車出た。ではのみさん前出して、キッカーボダル下げましょう。はい、撤退。小早川高影で抜き打ち制圧しに参りましょう。勝敗を決めてやりましょう。もっと出陣出てきちゃいましたね。よし、要所制圧、優勢勝ち。うまく立ち回れたと思いますね。はい、優勢勝利。2500しか減ってないですね。素晴らしい戦いだった。このまま突き進めますね。さあ、威風強発せよ。さあ、これでどこまで風がいく。あー、四国は渡れなかったか。ありえぬ。よし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 。そしたらこのまま光月城行きましょうかね。城を奪い取るぞ。これでどう動く。防衛出してくるよね。機内から集めてきてますね。これで威風中以上発生させられる戦いにしたいですね。で、兵糧があるのでなんとかなるかな。あとは四国地方に対して九州地方の軍勢を向かわせたいので、兵糧軍団編成でこちら
城攻略目標になるところはこちらですね。四国を井上さんには進行してもらいましょう。これで出るんじゃないかな。北九州とかね、結構兵力多いですからね。さて、あとは光月城に向かってくれるのを待つだけですね。よし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 、いいんじゃないか。津山城にみんな向かってるな。そしたら備中高松まで行って津山行きましょうかね。攻めに行くとする。でちょっとねこちら武将置きたいところですが、あでも置ける方は置けるか、置いてっか。恩に来ます。で備中高松岡山城、ありがたき幸せ。天神山城、龍蔵寺高信に任せましょうかね。ありがとうよ。で高田城は成松さんにお任せしましょう。ありがたき幸せ。で空いてしまったところに武将を詰めておきましょう。さて津山の戦いですね。三好家が何部隊出してきてるんだ、それをちょっと見てみましょう。部隊数目標津山城 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 これは全部隊集めればまた if 中、今日は発生しますね。成松さん仲間になってもらいましょう。秘伝にわしを扱えます。で山田さん、ああいいですね。中国の九州地方のいい人がどんどん仲間になってくれますね。1,2,3、せめて威風中以上だな。あとは兵糧との勝負だな。津山で威風強を発生させれば多分光月城まではいけますからね。の一つも打つべきか。もう一回行きましょう。に行くとする。ああ長宗我部元氏か、行ったんだけど東洋無理か。腕が鳴るわい。戦となる。婦人を始め。元服を迎えた鎌地さん仲間になってもらいましょう。吉川常家さんなかなかいい能力値ですね。おお高橋常雲素晴らしい。早く出世させたい。銃を構えよ。戦の始まりぞ。城攻めはよ。ここはちょっと細かい操作が必要だよ。やりました。4部隊、5部隊、6部隊、7部隊、8部隊。8部隊は揃った9、10。あとこの辺りですね。銃を構えよ。戦の始まりぞ。この2部隊を岡山城経由の津山城と城を取りに行く。天神山城射撃場ができたと。であと岡山城二段詰め城鉄砲櫓立ててると。そしたらちょっと待ちましょうかね。いやー敵将を討ち取ったぞ。四国で戦ってますね。さあ行けるんじゃないか。四国は四国でまた別の方に収めさせたいところですね。元成たちは一旦下がって津山城行きましょう。ちょっと待てよ、兵糧は大丈夫か。あーゼロ時のみさんとかダメですね。のみさんと本庄さんがダメだ。ちょっとのみさんと本庄さん撤退させよう。のみさん撤退、本庄さん撤退と。でその分2部隊加えたい。神鍋城出していきましょう。津山城
で各首城からも出していきましょう。鏡山から出すか。鏡山から出していきましょう。津山城行きましょう。では進めていきましょう。陣を構えよ。いかがだったでしょうか。まずは幸先よく威風強の合戦にて備中高松城付近を抑えることに成功いたしました。そしてさらに津山城で威風強を発生させることができるのか、次回ご期待といったことになります。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。